皆さんこんにちは。ジェラードンというトリオで芸人やってるアタック西本です。このセッションは写真で一言アドビストック活用術発想力を磨こうというセッションです。アドビストックの素材を活用して私アタック西本とガッツあふれるメンバーでインスピレーションを楽しく広げていく方法をお伝えします。それではセッションを開始いたします。さあ始まりました。写真で一言アドビストック活用術発想力を磨こう。司会を務めさせていただきます中山浩太です。よろしくお願いします。お願いします。中山浩太です。今回はねインターナショナルというわけでございまして、はい、せっかくですんで、はい、ガッツメンバーの皆さんにも英語で自己紹介をしていただきたいと思います。イエス。はい。My name is Takahiro Ogata. Yeah. I job.スーパーガッツコメディアン。イエーイ。サンキューサンキュー。あ、ギャグがサンキューやからちょうどいい。ありがとうはね、もう世界共通で伝わると思います。そうですよ。サンキュー。続きまして永野さん英語でイングリッシュプリーズ。ハイ、アイナダル。ハイ、アイムハッピーハッピーバッチ。サムタイムズI'm crazy! 素晴らしい。イエーイ。あ、なんか意外に英語できましたね。はい、僕実は英検2級で。あ、英検2級。英検2級。素晴らしい。英語できるのすごいな。さあ、では続きまして、岩橋くん。Hello everybody! My name is Brett Hurst from Texas! ちょっとごめんなさい。イエーイ！ブラックファースト？はい。あの、これはあの、唯一の外国の友達一人がすごい笑うやつです外国の友達が笑うんですよ。はい、いや、なんだよ朝食が名前ってしかもテキサスかよみたいな感じですあの外国人の友達がいるっていうのが一番びっくりしましたそしてですね本日メインキャラクターのアタック西本くんです。はいはい、はい、マイネーミーアタック西本ジャパニーズヘアスタイルおーかかり今回はアドビストックの素材を使って2つのゲームで対決。審査はアドビクリエイティブクラウドエヴァンジェリストの中尾がやります。さあそれでは最初の企画に参りたいと思います。写真とセリフで作れマッチング一コマ。よっしゃー。よっしゃー。漫画でよく見る3種類の吹き出し。ノーマル吹き出し、心の中の吹き出し、叫び吹き出し。まずはこの3つの吹き出しにセリフを記入してもらいます。そしてアドビストックにある約3億点の素材からランダムに写真が出てくるので吹き出しを組み合わせて面白くできたら OK。 では皆さんイマジネーションを任せて吹き出しセリフを考え、ユーモラスでクリエイティブなマッチングをお願いします。さあそれでは参りましょう、はい、最初の写真はこちら。おー、女の子が泣いてますね。さあこれにぴったりのセリフいけると思います。ちょっとナダルが早かったから。それでは参りましょう。ナダルさんマッチング一コマお願いしますそこから離れろさあ中尾さんこちら判定はOK。 確かに言ってるわ。言ってる。すごいな。ぴったりだ。ぴったりですよね。すごい。これはちょっとめちゃめちゃ合った。いいな。合ってるっていうのは味締めていつまでもつけてるのやめてください続いての写真参りましょう。こちら。さあ大きく手を広げてる。じゃあアタック西本くん、はい、それでは西本さんマッチング一コマお願いします。みんなもう帰るよいいっすね。鳥に言うてんのかさあこれ中さん判定は。おーこれはぴったりでしたね。確かにぴったりだ。それでは続いての写真参りましょう。こちら。お、もうこれも水泳大バタフライかな。これはナダル行きましょう、はい、います。ナダルさんマッチング一コマお願いします。くそ、俺の嫁と不倫しやがって。必ず陸に上がったら必ず右ストレートで行く水泳中に考えてんだよ前の付け足し長すぎるって。付け足し長い
じゃないですか。付け足しやばいじゃん。陸に上がったらとか。どうでしょうか中尾さん。取れ。なるほど。そうこれ難しいな。難しいわ。ちょっと西本君行きましょう。はい。さあそれでは西本さん。はい。マッチング一コマお願いします。仕事に繋がればいいな。出た。面白い。面白い。判定は。面白いですね。面白い。強いな西本さん。強いなお前。この人。こんな泳ぎ上手いのにまだ飯食えてないんですよ。壊したいですもんね。西本みんな残り1枚やばいぞ。いややばい強い。やばい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 。それでは参りましょう。続いての写真はこちら。聞きたくないと言っているお子様、そして小言言ってるママですかね。はい、発想力試されます。岩瀬くん。よし来た。岩瀬さんマッチング一コマ、はい、お願いします。うん、もううるさいうるさい、こいつ中身すっからかんやな。面白い。さあ中尾さんこちらは。いやー、これはやばいやばい。よし、続いての写真はこちら。ほい、はい、あーっと尾形くん早い。参りましょう。尾形さんマッチング一コマお願いします。大どんでんかい。さんどこで切ってんの。トンネルズさんなの。ネルトンビミクジラだ。はい、どこで切ってんの。中尾さんこちら。よーしよ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 し。一番写真だ。続いての写真参りましょう。こちら。あ、いわゆる宇宙人。うーん、今のナダルですね。早かったですね。参りましょう。ナダルさんマッチング一コマお願いします。この星良すぎる、帰りたくない。あでも顔つき合ってるかな。中尾さんこちら判定。もう一度帰りたくないな。帰りたくない感じしました。帰りたくない顔してるな。続いての写真参りましょう。こちら。わーネットでびっくり。うおーっと岩橋くん、まだいけるか。これいけるよ。これいける。俺もいける。いきますよ。はい、岩橋くんマッチング一コマお願いします。このイカ腐ってるやけ。ネットでイカ検索するか。ネットで見て。中尾さんいかがでしょうか。いや面白いっすね。面白いっすね。これいけたわ。俺もいけた。今のいけたマジで。ラスト1枚や。それでは続いての写真参りましょう。こちら。はい、パーティーですから。おっとマジ、ここで岩橋くん決める。決める。決める。やばいわ。それでは参りましょうか。岩橋くんマッチング一コマお願いします。あーもうほんとあんた昔から変わってないんだから。これは良かったんじゃないですかね。中尾さんどうでしょう。そうっすね、これは良かった。やだー。ちょっと待ってよ。というわけで勝者は岩橋くん。ブエーグレートルーターでしょうかね。皆さん写真からインスピレーションを沸かせることはできましたか。ぜひ一度アドビストックで写真を検索して遊んだり、お仕事でアイデアの発想に生かしたりしてくださいね。それでは続いてのバトルに参りましょう。よし、写真で一言ワンモアフレーズ。よし、皆さんにはこれから写真で一言に挑戦してもらいます、はい、しかし普通の写真で一言ではございません。一言を言った後に、例えばですけどもこちら見てください。この様子を映画化、そのタイトルはと伝えます。なるほど。この、後にさらにもう一言、写真で一言もう一言、つまり二言です。大田さん、はい、これね僕20年芸歴やってますけど、はい、初めて見たパターンです。ここの作家相当優秀ですよ。そうですね。そんな止めていい子じゃねえだろ。いや本当に岩橋が喋り出しただけでね、あ僕も死ぬんやろなと思ってゆっくり変えてましたからね今。でも僕はいなさないよ。一緒に崖から崖に落ちましょう。ありがとうございます。一緒に死んでくれます。それでは参りましょう。最初の写真はこちら。誰が行く。あ、そうだ。はい、あ、行きましょう。長野くん、それでは写真で一言お願いします。堪忍して堪忍して、ミルク一本って言われたとこ二本飲んだけど堪忍して。そしてこの人が今食べたいと思っているものがミルク。そう、素晴らしい。
え、クイズだこれ。クイズ、奇跡だ、クイズじゃん。これこんな偶然あります？これ早速ナダルさん奇跡起こしました。はい、よかった。もうやっぱ行ってみるもんですね。行ってみるもんだな。ガッツで行くしかない。ガッツだ、ガッツだ、忘れてた。続いての写真参りましょう。続いての写真こちら。西本君、キャーってちっちゃい声が鳴りましたけど、写真で一言お願いします。やばい、これ車検切れてる。そしてこの後まさかの展開に。車検復活したまさかの展開やな。素晴らしい。続いての写真参りましょう。続いての写真はこちら。じゃあまだ行ってない岡田君、写真で一言。いやそんなこの人の最近の悩みは。差し番が茶色くなってきた。さあちょっと待ってください。中尾さん、これはまずい。これはまずい。これはまずい。ちょっと待ってください。これはまずい。これはまずい。カットしてください。いや、カットしてください。使いますよ。サンキューでいいじゃないですか。サンキューでよかったじゃないですか。全然。あ、ちょっと西本君、そんなマジのダメ出しちゃったな。ちょっと先輩だろ、お前。サンキューでよかったな。そうそうそう、悩んでたから。ちなみに中尾さん、今のは。サンキューでよかったよ。ですね、ごめんなさい、面白かったんですけど、ゼロですかね。ゼロです。残念。さあ、では参りましょう。続いての写真はこちら。はい、グーパちゃん、早かった、はい、ナダルさん。今の声は。はい、いきます、僕です。はい、ナダル君、参りましょう。はい、逆グーパンチと言いつつも、本当はリバースパンチ。何リバースパンチって一番ええの来ましたね。と言いつつも本当はもう答えてんのにそうじゃないだろっていうやつですからね、これ。それでは続いての写真参りましょう。続いての写真はこちら。はい、はい、おっと、岩橋くん行きましょう。はい、お願いします。わたあめなくなってきた。そんな時におすすめなのがこちら、フランクフルト。ただの縁日やないか。いや、迷いないね。迷いないよ。さあ、それでは参りましょう。続いての写真はこちら。はい、はい、猫かな、はい、ね、西本くん。今日から私が部長の上、にゃんこ係長です。この人が今食べたいと思っているものが、チャオチュール。伝わる、チャオチュール。大丈夫。いや、迷いあるぞ。いや、迷いあったら、うん、さあ、続いての写真はこちら。はい、車が事故ってっていう感じですね。ナダル、写真で一言。ボンネットが大なり小なりみたいになっちゃった。この要素映画化、そのタイトルは大なり小なり。一緒じゃん、やってんの。一緒見たことずるいわ。あれね、同じこと言うやん。ナダルはずっと同じことやったの。いけるいけるいける。まだまだいけますよ。はい、さあ、これでいく。はい、あ、じゃあ、どうも、次のでいきます。次まで、はい、もう予約、予約次のいきます。写真で一言の予約。予約や。はい、確かに。はい、すぐいきます。それでは参りましょう。続いての写真はこちら。岡田君、写真で一言。宇宙人か。あれはこの後まさかの展開に。鳥だ。普通それ逆やねん。あの、鳥だい、鳥か UFO かスーパーマンだいで、宇宙人か鳥かはない。グレード下がる。いよいよ佳境です。続いての写真参りましょう。こちら。はいはいはい、はい、ナダルがもう上げていた。じゃあナダル、写真で一言お願いします。見たことない病気です。それから10年の時が過ぎた。見たことあるやつでした。お前、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 釣りだろ、それ。お前よ、なん
方商店みたいな空気にすなお前マジ商店だほんまに今の答え方ね商店の店舗商店の店舗やわ待ってましたみたいなお前なさあここで抜きんでたようで、はい、この勝負は、ナダルくんの勝利よっしゃあれで勝つんだ写真で一言ワンマンフレーズでインスピレーション湧きましたかぜひ一度アドビストックで写真を検索して遊んだりお仕事でアイデアの発想に生かしたりしてくださいねラストはアドビストックの新たな可能性を示す企画です実はアドビストックには自分で撮った写真を登録して販売できるサービスもあるんですということでインスピレーションを沸かせて奇跡の写真を撮りたいと思いますそれでは最後の企画に参りましょうよしガッツ団結ミラクルガッツポーズフォトチャレンジよっしゃーっしゃー奇跡の一枚が撮れますように、まあやっぱ嘘のないガッツポーズまあなるほどねやっぱり普通に写真で撮るガッツポーズってまあ言ったらポーズじゃないですかまあそうですね何かを成し遂げたガッツポーズをねリアルな嬉しいやつね撮っていただきたいんですよまずねこちら皆さん目の前にあると思うんですけれどもなんすかこれ1人目の方にはですねこのボールを一つお渡しします、はい、これでバレーのトスの形ですか ねこれで壁に10回打ち付けてもらいますあ10回打ち付けたボールをこちらにパスしていただきますこちらの方はですねサッカーのリフティング10回リフティングであちらにパスしていただきますそれをもうあのラケットでポンと打ち付けていただきましてラストゴール地点の方にイチロー選手のように一度キャッチなるほどこれは世界の人も喜ぶキャッチなるほどなるほどこれ落としちゃダメなんですか一回もその言ったらバウンドはありですかあダメですね、あの一回でも落ちたら一からやり直しなんですよ以上4つのミッションを足つぼマットの上でクリアできればアドビストックで販売できるような奇跡のガッツポーズ写真が撮れるだろうという企画というわけで誰がどのミッションにチャレンジするかなんですか僕野球やってたから打ちます野球やってたから打ちますちょっとあのこの辺苦手やから僕カゴやりたいですあごめんちょっと待ってどう考えてもキャッチ楽やんえ気づかなかったですよねだってずっとこうやって待ってるだけでいいでしょ確かにこっち動かなくちゃいけないから俺らはじゃあ腕立てしときますわはいなんなんこいつ腹立つわよ言うなよほんで言うたけど腕立てせえへんやろそんなんで誰もしろって言うてないしじゃあ西本くんはいやもう行くしかないですよねこの、バレーなバレー得意ですかバレーとかはいやもうバレーなんか一回もやったことないですあ光るママの人ですよねいやいや俺光るママの人じゃないですなんや言わない正式に否定しましたねやめてくださいよ正式だったら正式やったなやめてください何や今の釈迦力ねママじゃないですよ、靴を脱いでいただきましてくそ靴下状態でね一軍の靴下じゃないね俺あい靴下裸足じゃダメなんですかちょっとねあーいってててててて行きますいってそれでは参りましょういってミラクルチャレンジスタートまいりましょう。はあ。よし、行きます。はい。お願いします。あ、ちょ扇風機扇風機。強っ。はい。扇風機。早め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 。今日で、今日で俺の目の前でこうやってやる。お前がさっき今日にしたんだから。自分で。俺見てたぞ。あなたがしたんだ今日。さあ、行きましょう。ミラクルチャンジ。いって。お願いします。10回。10。1。おぉ3、4、いきまさぁ俺もうちょっとお前ここで変わりましょうじゃあちょっと一回やってあと3回やろじゃあ一回やってみてくださいマジでこれが一番難しいから本当に変わりましたほんならじゃあちょっと一回やってみてもうええわほんまあいきますちょっとだからもうパパッといこうそれではミラクルチャレンジスタートほらほらほらこれが一番難しいのよナダルこれどうだってこれ激ムズやないかこれムズないと俺やらしてやじゃあムズないってそんなめっちゃムズかその後もチャレンジすること10分しかし全然成功する気配がないのでうおいって僕ちょっともうあれにしていいですか一回ずつで例えばそれで僕それでも無理やと思うんですよ確かに確かに確かにねここでルール変更残り時間が迫る中奇跡の瞬間にかけます1回リフティングする10回が1回なんですすごいわすごいわすごいそれでは
ミラクルチャレンジ1回ずつお願いします。ごめん、あぶな、今俺のボールが悪かった。あ、というかあの、あの違うね違うね違う、もうあかんねん。ナダル、なんとなく分かるやろ、もうあかんねん。はい、空気終わってましたね。空気終わった。よし、何回でも行こう。いける。ごめん。いいごめん、もう一回行こう。大丈夫大丈夫、行こう。ごめん。俺邪魔か。いや、大丈夫。俺に来てるか。大丈夫、さっきから。いいよ。いいよ。うまい。うまい。さすがうまい。うまい。来た。これ何やねん。これなんだ。これ何やねん。マジで外してください。これ。何やねんこれ。これ本当外してください。これなんですの。あ、ジェンツコミ。おい、やめやめお前。ジャングルの王者ターちゃんのジェーンやめ。懐かしいけど世界共通戦で、いやでもこうやって待ってたわ。でも今ライナーでもいいですか。ライナーそこに入れたら、ね、あ、これやった。それほんまテニスのナダルとか呼ばな無理じゃないですか。ほんまのテニスのナダルは足つぼ怒るやろ。確かに。だから、大丈夫、ここがうまい。あ、ここね。わかったー、わかった、限界か、もうわかったー、やらせてください。わかったー、それ何、それ何、それ何や、何や、ずっと手こうなってそれ地味に痛い。俺全然派手じゃない、派手じゃない痛いやつ、派手じゃない、派手じゃない、固まってくんのな。ずっと蓄積させられてんす俺だけ。もうこうでいいんじゃないですか。カンカラカンじゃねえよあんた。それでは、そうそうそう、あ、いい、あ、確かに、ちょっとなるべく、いけるいける、ガチガチ。おっと、ああ、ごめん、ガツガツ、ガツガツ、ごめんごめん、ガツガツ、はい、ネクストガツガツ、いた、来たか、来たか、うわー、来たか、うわー、来たか、うわー、来たか、うわす、絶対できると思う。で、ナダルからここ入るときはむちゃむちゃおもろかった。スローモーションみたいになりましたね。すごいな。スラムダンクの最終回すごいな。そうそう、スラムダンク三能工業、三能工業戦、三能戦や、三能戦でしたね。気持ち終わった。こういった素敵な瞬間やいい表情を捉えた作品を撮影して、ぜひアドビストックに投稿してください。ということで、アタック西本とガッツメンバーによる写真で一言アドビストック活用術、発想力を磨こうをお送りさせていただきました。日々のインスピレーションを得るためにアドビストックの素材を活用してご自身の作品をアップしたり、撮った写真をアドビストックで販売したりして楽しんでいただければと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。